はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーライトというわけでやっていきましょう。本日もサマルさん元気にしております。HP もね減ってるけど、減りどうしようか。今日もサマラと何か実験をしたいな。とりあえず火つけていきましょうか。まずはね、フレーム30個ぐらい、14個、まあ火つけていきましょうか。インベントリどうするかって話よな。サマラの位置変えたいな。さすがにあそこは不便すぎる。どうする？あっちかね、寄せるなら。ちょっとだけサマラさんに移動してもらう家やから。どのラインで俺は食らい始めるんだっけ？トレーダーの、ここから、あそこで食らってたんで、何マスだろう俺。1、2、3マス、4マス、5マス、6マス、7マス。これ10マスくらいですね、多分ね、範囲は。なるほど。1、2、3の4の5、6、7、8、9、10なんで、この家の向こう側まで。ってことは逆に考えれば、こっちに連れてきたら、あっちが入らなくなるってことだよね。どうしましょうか。朝いられましたね。ちょっと考えるか。あの、チェストと、なんていうの、キッチンだけはどうにかしたいよな、さすがに。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あっちだな。なのでここら辺、うわ、ちょっとサマラさ、俺思った、高さどうなの。高さ これで、これでいった場合どうなる？食らう？お？食らわない？もしかして。さっきこの位置で食らってましたもんね。なるほど。俺、井戸を作らないといけないかもしれないな、サマラ。サマラのために。なるほどね。俺、井戸作ろっか、これは。井戸。てどこだ？フラグストーン。これや。コボルから作るんだね。石が少ないんだよな、この世界。ちょ、どうする？ウォーガーもないんだよな。井戸を掘りたいけど、うわ、大丈夫です、折れてないです。今折れたと思ったね。あ、それも試したいな。確かにそれも試したいな。井戸掘るか。井戸にサマラを、井戸を準備して井戸にサマラを落とすべきか、サマラの下を掘るべきか。落とした方がいいかな。どっちがいいかな。迷うね。本当に食らわないよね。もう一回だけ試す。なんかここ、今地面にいても食らわなかったよね。サマラの上行って食らわなかったも確実だわ。あ、これ確実って言っていいのかな？大丈夫かな？さすがにここで食らうだろ。さすがにここで食らうはずなんで。どうしよっか。むしろサマラさん上に飾る？
で、上に置いたら今度あれなんだよね。いや、こう言ってる間に火つけとけばよかった。ちょっと考えてる間に火つけてくるか、一回。サマラを温めとこう、寒いから。ね。ちょっと、寒いからね。温めといてあげるね。よしよしよし。この間に考えましょう。サマラをどうするか考えるかい。大丈夫だな、温まってるね。どうしましょうかね。とりあえず井戸作るのは確定として、どこに作るかですよ。まあ、フラグストーン作っとくか、先に。粘土も必要かい。スコップ俺持ってたよね。合ってる。ちょうど持ってんね、これね。ちょっとこれ始めればどうにかなるんだよ、多分。10マス。10マス掘って、横穴掘って、そこから下に伸ばしてって、サマラの上を掘って、上。サマラの足元を掘って、つなげるか。そうしましょうか。そうしましょう。じゃあ、どっかそこら辺に穴掘るか。あ、ここちょうどいいのでは？ここ掘るか。このゾンビの声嫌だね、サマラの声。どうするよ。斜めの方が絶対いいよな。あ、これ石だわ。そうじゃないとあれだもんね。あとあと大変なことになるもんね。帰ってこれなくて。サマラの継続ダメージと戦いながらになるわけなんで、移動できなくな、移動つか帰れなくなった時が、なんか、死ぬ時だみたいな雰囲気あるもんね。それでは困るので、ナイフ一回こっち持ってきて、ナイフ多すぎでは。よいしょ。こっち掘って、どこまで掘ろっか。何時？これで今何マスだ ?1234 マスですね。何こっち置けないのか謎だけど。俺がいるからか。いや違う、この先。そこの下ブロックなんか。まあ、1ヶ月で。問題ではない。5マス ?4 マスなんで。これで5マス。よいしょ。あら、またやっちゃったね。いや、マインクラフトやりてえな。こうやって穴掘ってたら。マインクラフトのツルハシで。ツルハシだっけ？スコップあるんだっけ？スコップだな。スコップとツルハシで。シャ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 って。穴開けたいっすよね。オーガよりもサクサクだもんね、あのゲームね。オーマイガー。寒いっつってるよ。嘘やん。え、この寒いまずくね。なんなんこの寒いは。治ったわ。あ、もしかしてサマラの攻撃寒いマーク出る。その可能性あるね。これどうしよっか。横から入るか。もう一個左だったね、始めるならね。これ貫通するやつ。これでコボルストーンを作りましょう。そこ食らうから、もう一個手前から入れば多分食らわないんですよ、俺の予想によると。
いい感じでもう一マスずつ下げればね。これいつかゾンビ入って大変なことになるな、ここ。押すな。押すな。よいしょ。おい、誰だ、押してるの。後ろいねえよな、ほんとに。キーボード押してないのにさ、前に滑ってくの怖いんだが。どうしよう。もいっそのこともコンクリートの位置ずらすか、この位置ずらすか、それで良いのでは。というかこれとこれ繋がってる、繋がってない、繋がっていないですね。それね、繋がってないですね。じゃあ壊そう。はいよ。これによって自由度が増えた。よし、いいね。これさ、俺さ落ちるな。これ橋かけといた方がいいっすね、ここね。サマラ、サマラ、今回なんていうタイトルなんだ。サマラ、まあ、井戸に落としてみたみたいな。いや、井戸作るだけで終わっちゃいそうだな。床の下のサマラ、崖の下のポニョ、仮暮らしのアリエッティ。隣のトトロ、隣のサマラ。隣のサマラの方がよくね。お家の隣にお家作ってサマラ住まわせてあげた方が良かったのでは。井戸の下のサマラ、井戸の中のサマラ、隣の井戸のサマラ。いいタイトル思いつかないね。サマラさんがどうにかこうにか感じに住んでくれればな。でも俺は地下で燃やそうとしてるって、かわいそう。かわいそう、サマラさん。どうする、もう一人サマラ召喚の準備しとく。多分1週間、1週間以内に倒せるような、さすがに。ちゃんと燃えてるかな、見てくるか。何分だったか見なかったね、さっき。1週間以内でも見てない時に燃え尽きたら嫌だな。あれ、もう俺ここにいないといけないのか、サマラがいる間。それは大変だぞ。やっぱこっちになんか作り始めないといけないのでは。そしたらまあいっか、なんか作るか。なんか救急車の音がずっと聞こえるんだ。遠くもならず、近くもならず、同じ距離でずっと鳴り続けてるんだ。消えた。これもどこら辺だろうね、わかんねえな。数数えてみるか、何マスか。もうそろそろ、まだトレダの下。おっ、おっ、食らった。サマラに近づきすぎたようだ。結構いってるのでは。これ結構いってるのでは。結構いってるね、これね。ここでしょ。1234
4か5、このラインから4か5、ここからこのラインから4か5、1、2、3、4、5、あと2マスぐらい進めましょうか。あと2マスぐらい進めて左に入って、そこに穴を掘ろう。なんでこっちからですね。スコップ、スコップちゃん、スコップちゃん、はい、すみませんでした。スコップちゃんもインベントリに用意されてました。よいしょ、サクッと掘りたい。そろそろ編集も始めたいんだけどね。編集記憶が足りないんだよね。というか、あれなんだよ。なんていうの。今はもう仕方ないよね。一人暮らしになって、自由に声出せるようになってから編集した方が絶対面白いもんな。やるなら。それは間違いない。今までの7 days とは、人口変わってきたもんね、日本語だって。そろそろ質が求められる時代になってきたのでは。今までは量で、量産ばっかりしてたけど。いや、でもな、楽しみもなんプレイするの。もうね、編集始めたらね、編集9割、プレイ1割みたいな、そういう感じになっちゃうと思うんですよ。特に俺下手くそだからね。30分の編集しようとして何時間やってたんだろうな。マインクラフトの諦めたの1週間やっても編集終わらなかったもんな。面白おかしく仕上げきれなかったね。ゆっくり実況の時の方がまだ早かったのでは。編集ゆっくりはね、後から声つけるからカットしやすいんですよ。実況プレイのやつはね、喋ってるからどこカットしていいかわからんっていう。だからもう密かに考えていることはある。皆さんもぜひ7 days の動画、いろんな方のを見ていただいて、ちょっとね、後で私に力を貸してほしいです。編集始めた時に公開編集っていうのもおかしいな。多分プレミアムで配信しながら編集するみたいなことやってみようかななんて密かに思ってるんですよ。助けてもらいながら。俺じゃ分からんから。もうもったいないもったいないで全部ね、撮っといちゃう人で、気づいたらフル尺の、あれが出来上がっちゃうんですよ。動画が。30分録画したら結局カットできるところ5分ぐらいみたいな。作業とか歩いてるところちょっと早回しにするけど、早回しにしてもさ、後ろで喋ってるから結局なんていうの、ダメっていうダメって、早回しも倍速に限りがあるっていう。だから、ね、思い切りの良さが必要なんだよ編集。俺には思い切りの良さが足りない。それを鍛えるためにいつかね、皆さんの力を借りよう。こっから1、2、3、サマラの声しなくなったのでは。ちょっと待って、火止まったんじゃね。え、どこだっけ、あっちか。見えないな。俺の方がストーカーみたいなことになってるんだから大丈夫か。サマラお家帰っちゃった。サマラ
サマラー、サマラさん、サマラさんいらっしゃいませんか。いや、あんな短時間で燃え尽きるわけねえよな。 HP10 万あるんだぞ。もしかして今日燃える速度早かった。実は何分燃やした、実はめっちゃ燃やした。いや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 、ちょ、どうしよう。井戸サラダに井戸掘ってたのにさ、サラダ帰っちゃった。どうしよう。とりあえず新しい約束つけようか。レクタさん、サラダいなくなっちゃった。サラダこの中入ってる。サラダいないよね。マジか。いなくなっちゃった。匠の中入ってねえもんな。あら。あ、おや、起きてきた。というわけで、本日、ここで終わりにしたいと思います。サマラさんいなくなりました。ご視聴ありがとうございました。静かでした。